2008から2009レギュラーシーズン、東芝リンク栃木、ティップオフ。とどろきアリーナ。日本バスケットボールリーグは2007年から2013年まで開かれた男子セミプロバスケットボールリーグである。略称は JBL。マスコミ報道では日本リーグを使用することが多い。理事長は伊藤義文。また JBL に代わり発足される。 ナショナルバスケットボールリーグを運営する一般社団法人でもある。2007年バスケットボール日本リーグ機構のスーパーリーグはプロリーグ化を前提に新リーグ日本バスケットボールリーグへ移行した。略称は引き続き JBL を使用するがロゴは一新された。本校では旧 JBL と便宜上を分ける必要がある場合、新 JBL と表現する。 発足までの経緯については、プロリーグ構想を参照。新 JBL は、協会から工業権をはじめとする、様々な権利の譲渡を受け、日本協会から独立した運営となる。また、トライアウトを行い段階的に、プロリーグ化を進め、将来の社団法人化を目指していた。当初参加チームを募集した結果、旧 j b l スーパーリーグ参加の7チーム、 および当時の2部組織であった、旧日本リーグの1チーム、その他の一般公募2チームを含めた、参入内定10チームとして発表して、リーグ戦を行う予定だった。その後、旧日本リーグ、一般公募の3チームについては、財政基盤や選手補強など、運営面の状況を踏まえて審査した結果、レラカムイ、北海道のみの参入を認め、 残った土地にブレックス土地はピアスアローバジャーズの2チームの加盟は保留となり8チームでの開幕となった。急に本リーグは JBL2 に移行したが入れ替えは行わず JBL への昇格も1チームのみにとどまった。2013年から新トップリーグとしてナショナルバスケットボールリーグが発足された。これに伴い1967年より組織を呼び、 正式名称を変えながら続いてきた日本リーグ JBL は同年をもって46年の歴史に幕を下ろすことになった。当初は JBL と BJ リーグの統合による完全トッププロリーグを目指したが企業チームがプロ化に難色を示したため企業チーム維持での参加を条件付けで認めこれに BJ リーグ側が反発。結果初年度の BJ からの参加は 千葉ジェッツのみにとどまった。また、パナソニックはキューブのため NBL への参加は取り下げとなった。パナソニックを除く JBL7 チームは NBL に参加。NBL 参入チーム過去の参加チーム参加チームは年会費として1000万円を JBL に支払う。レラカムイ北海道の運営会社、ファンタジアエンターテイメントが JBL から除名された際、 年会費を滞納していたことが除名理由の一つになった。JBL は新規参入チームを公募し、審査の上で JBL に加入させ、チームの増加を行っていく予定であった。法人として設立された上で、トップリーグにふさわしい競技力とホームタウンを持つことが条件である。2008から9年度は OSG 転籍のため、 JBL2 のチームの中からリンクとチギブレックスの1チームを選んだ。2009から10年度以降は JBL2 所属の有無は無関係に条件を満たした団体から選出する。2009から10年度の応募期間は2007年10月9日から2008年3月31日で新規参入チーム内定は2008年6月30日だったが応募チームは1チームもなかった。 原因はなどが挙げられる。16チームにリビジョン制を目指していた。レギュラーシーズン8チームによる6回戦争あたりリーグ戦で行われる。ホームゲームは各チーム主観20から22試合で、そのうち3分の2をチーム活動区域で、残りを中立地域で開催する。1月は全日本総合バスケットボール選手権大会の中断後、後半戦に入る。 2008から09シーズンまでは5回戦争あ当りで2回戦ホームア,ンアウェイのほかリーグカード各1回戦が行われていたリーグカードは基本的には中立地域での開催であるがいずれかのチームのホームで開催される試合もあったプレーオフレギュラーシーズン上位4チームによる順位決定戦レギュラーシーズン1位 vs4 位2位 VS3E による2戦戦勝方式のセミファイナルと、セミファイナルの勝者2チームによる3戦戦勝方式のファイナルで構成。セミファイナルは2010から11シーズンより、ホームアウェイ方式を採用オールスターファン投票、監督推薦で選出された選手による2チームの対戦。過去の大会 t v タイムアウト JBL では、通常のタイムアウトの他に、t v タイムアウトと呼ばれる。 独自のタイムアウトを実施する。第1.3ピリオドはそれぞれ最初の2回、第2.4ピリオドはそれぞれ最初の1回のタイムアウトを TB タイムアウトとして90秒間となる。TB タイムアウトを使った後は60秒のタイムアウトとなる。タイムアウトは1チームにつき、前半2回、後半3回与えられる。 この TB タイムアウトは日本で開催された2006年バスケットボール世界選手権でも採用された。これに近いものとして BJ リーグ NBA でオフィシャルタイムアウトが存在する。区分登録区分は愛種と通種の2種類。登録枠登録期限、遺跡、JBL チーム登録申請書及び JBL 選手登録書を JBL に提出の上で 選手登録を行う。2009から2010シーズンでは、以下の表彰が行われる。2008から09シーズンは、スカイエースポーツで録画を中心に、オールスター、プレイオフも中継する。主に、関西地区で開催される試合を中心に中継する。また、工業圏を行使するチームでは、地元地上派あるいは CATV で、試合中継を行う場合もある。 これまでの放送実績及び放送が予定される地元、地上波あるいは CATV は、北海道が、北海道放送、北海道テレビ放送、テレビ北海道、栃木が、栃木テレビ、三菱電機が、スターキャットチャンネルとなっている。なお、北海道テレビ、栃木テレビスターキャットでの放送は原則、スカイエイトの共同制作であり、後日録画中継で配信している。 2008年11月22日に金沢市総合体育館で開催された愛信 v s 日立戦は24日に地元局である北陸放送で録画中継された。なお、2007から08シーズンには BSI 及び TBS チャンネルでも中継していた。こちらは主に関東地区で開催された試合を中心にレギュラーシーズンを基本的に毎週1試合、 プレイオフを放送していた。番組名は、ダンク、J ジャパンバスケットボールリーグ。2011から12シーズンには、栃木戦が、栃木放送で2回、ラジオ生中継されている。完全プロ会の道、BJ リーグとの関係正常化前日のように、BJ リーグは、日本連盟から脱退したチームが創設したリーグであるため、創設当初は、日本連盟は、 一切関わらない姿勢を見せていたが、世界選手権における混乱などにより、近年は関係正常化へ模索している状況である。近年では、BJ リーグでプレーした選手が JBL に移籍する傾向も見られる。2010年には、日本協会、JBLBJ リーグの3社で、次世代型トップリーグの創設に関する覚書を調印したほか、アジア大会では、石崎拓美が、 BJ リーグ所属選手として初めて日本代表に選出された。企業チームとプロチームの逆転現象 JBL 所属8チームの内訳は企業6チームとプロ2チームで企業チームが圧倒している。また、これらの企業チームは1990年代あるいはそれ以前からトップリーグに在籍する一方、プロチームは新 JBL 発足以降に結成された新しいチームである。 そのため資金力でも企業チームの方が著しく勝っており、プロ選手と比べ給与こそ少ないものの一般社員と同じように手厚い保障も受けられる。一方、プロチームは練習環境も保障も劣悪な中で競技に専念することを強いられている。それでもリンク栃木は2009の10シーズンに初優勝を果たすも、もう一つのプロチームである北海道は当初の運営法人が 経営問題で除名され、成績面でもプレーオフまでたどり着けていない。リーグ名としての日本バスケットボールリーグは前出の通り2013年をもって終了したが、その後ろ身である NBL を運営する組織として、7月1日付で公益財団法人日本バスケットボール協会、新リーグ運営本部を発展的解消する形で、一般社団法人日本バスケットボールリーグが、 設立された。なお、株リーグにあたるナショナルバスケットボールデベロップメントリーグは別組織として日本バスケットボール育成リーグを設立する。ABC、NBL、NBDL 運営団体設立のお知らせ、公益財団法人日本バスケットボール協会。 h t t p w w w j a p a n b a s k e t b a l l j p スラッシュニュ,スュ,ー,スュ,スュデースリテール php ニュース id イコール17845このニチームはその後 JBL にへ加盟する。栃木は形式上キューブが決まっていた大塚商会アルファーズの受け皿チームとして参戦し アクル2008年度のシーズンから JBL に加盟が認められた。一方千葉は j b l にを脱退し、チーム名を千葉エクストリームスに改めて地域クラブチームにシフトされる。その後千葉ジェッツのサテライトにシフトされる、ハット AB バスケ新リーグ名称 NBL 日刊スポーツ httpwww. 日刊スポーツ .com スポーツ、ニュース、FSPTP0 から2012万919から1019880、HTML2012 年9月19日閲覧。パナソニックは参加権を、クラブチーム、和歌山トライアンズに、上都の上改めて加盟 JBL2007 から2008シーズン、TB タイムアウトの導入について、TB 放送スケジュール、ありがとうございます。